現在、マンハッタンからの、ロープウェイに乗っておりますが、目の前に見えるのがルーズベルトアイランドになります。もうすぐ、到着します。こちらの橋はクイーンズボローブリッジです。川の向こうは、マンハッタンのイーストサイドになります。このルーズベルトアイランドには多くの高級アパートが立ち並んでおります。このルーズベルトアイランドには地下鉄 F ラインで来ることも可能です。このクイーンズボローブリッジですが、歩いて渡ることも可能です。今日は、このルーズベルトアイランドの、一部をご紹介させていただきました。こちらのルーズベルトアイランド、こちらがマンハッタン、こちらがクイーンズになりますが、その真ん中にある、小さな島になっております。映像の中で出てきた、橋ですね、こちらクイーンズボローブリッジになりまして、このルーズベルトアイランドとマンハッタンを結ぶロープウェイ、こちらの横を走っております。今日は、そのロープウェイに乗って、このルーズベルトアイランドトラムステーションまで、最初に、来ておりまして、そこから、川の方に、歩いて行っております。地下鉄 F トレインの駅はちょうどこの辺りになります。こちらのルーズベルトアイランド、高級アパートが、多く立ち並ぶ、大変環境のいいエリアとなっておりまして、マンハッタンからも、地下鉄で、一つ目の駅となっておりますので、お値段も、比較的、高いエリアとなっております。では。